ちょっとこのオープニングの前に話してた岡田選手、まくった人数、まず誰まくりましたか？まあまあ、前日のまくったって言い方も悪いんですけど、いやまくってるよ、まあ、しっかり。まあ、りょうくん、はい、と、まあ、5月に僕がプロクオリファイで負けた、うん、クラスで負けた、夏希くん、はい、と、2020かなのプロクオリファイで、その時翔吾さんがプロになられたんですけど、うんうん、その時のクラスで、まあ、僕負けてるんで、その3人ですかね。言ったらあと金金さんだけだもんね。まあまあ出てない僕が直接そう戦って負けて、まだ勝ててないのは金金さんだけです。 あとでも広川さんと湯浅さんもいるんで、その3人だけですね。まあでも結局なところコンディション次第でこれだけ順位が変わる競技、陸上の世界で本当オリンピックって0コンマ何秒の世界で順位が大きく変わるじゃないですか、メダルの色が。それと同じぐらいコンディションの一皮。そうですね、だから次やったら、まあもちろん僕は負ける可能性もあるし、うんうんうん、だから僕はそこのコンディションを絶対 100% で当てて、かつ、うん、まあ、ボリュームアップをきれいにしてって、常に100点のフィジークを出せれば、うんうん、まあいいのかなと、うん、今日さ、冒頭で話してたこう視聴者とかさ、あの2人のフォロワーの人たちから、なんかいろんな DM が飛んできた。僕結構来ましたよ。りょうくんとステージ何喋ってたのとか、うん、お互いのその結果に対してどう、うん、お互いがどう思ってるのかとか、うんうん、じゃあ今答えちゃいましょうか。俺は正直、うん、勝った負けたあんま気になんないですね、うん、プロ取れるか取れないかっていうところでなんかやってて、うん、僕は2位だったとしても別に色もないっていう、この納得の2日間だったって感じだよね、はい、岡田選手は。まあ、僕もそうですね、あんまりこう深くは考えてないんですけど、うん、まあなんていうんですかね、やっぱ正直悔しかったのあったんですよ、アマチュアオリンピアで。ずっとこう準備の段階から、まあ、りょうくんと頑張ろうっては言ってたものの、オーバーオールでライバルになるっていうのは分かってたんで、うん、そこでやっぱ勝ちたいっていうのはあったんで、うん、ね、今本人がいるからとかじゃないんですけど、ずっと昔から唯一すごいなってリスペクトがある選手がりょうくんなんですよ。もう唯一そうです、本当にもう本当にこの人はすごいっていうのを、いろんなすごい選手いるんですけど、うんうん、本当にもう SNS でずっと言ってたのがりょうくんなんですよ、唯一、うんうんうん、だからその人と並んだらどう見えるのかとか、やっぱそういうのを知りたかったし、うん、その上でやっぱ勝ちたいっていうのがあったんで、うん、正直悔しかったです。うん、めっちゃその岡田くんがなんかそうリスペクトしてくれたのは、あのクラシックの孝太郎くんから聞いてて、そう本人からは聞いたことないですけど、うん、めっちゃ嬉しいなと思いました。この2人っていうのはプライベートでも親交はあったの？まあ、最近親交がジムであったり、なんか知ってはいたりとか、その SNS でつながってはいたんですけど、うんうん、ご飯行きましょうとかそういうのはなくて、うんうん、でまあ孝太郎さん交えつつご飯行くようになったの本当最近ですね。前はパーソナルの場所がね一緒だったんで、でちょいちょい話してたり、うんうん、でも全然団体が違うんで、ね、よく会話するとかはなかったですね。ああどうもみたいな感じで、一回トレーニングしたよね。一回しました、一回でトレやったそんぐらいですね本当に。ああ、でも二人揃って IFBB プロ最高のステージで、僕はなんかずっと一緒にいたから2日間、うん、なんかすげえ楽しかった、うん、ずっと自分たち不安なことを2人でこう話し合って、いや今回これコンディション俺らまくったぞプロとか言って励まし合いながら、前日に翔吾さんと実は会って、12日の夜にで翔吾さん、亮平と亮がプロになってきますねっつって、でもボコボコにしてありますからさすが関西人でボコボコにされたらどうしようっつって音出しました、ね、で次の聞いたら、いやほんまにそうなってしまいましたねみたいなこと言ってたんですけど、でも本当にこの競技ってのはコンディションをちゃんと合わせてくるっていうのも実力。李仁宝選手もコンディション外したらこの結果には絶対ならないわけじゃないですか、この超ハイレベルの戦いの中で。それぐらい難しい競技だから、これ何だったんだろう。あ、これ多分ね、呼ばれ方謎じゃないみたいな話ですか、ね、あ、そうこれあれだよ ね、 だろうね これみたいな、こっちで俺たちが撮ったやつだよね。そうだって俺にも聞いてきたもんね。あ、なんか石崎さんとか翔さんにも結構聞いてらっしゃるし、ね、そう、俺にも聞いてきて そう俺分かんなくてちょっと待ってって俺言ったそう、不安すぎてもう、うん、僕はこれサードコールの時だ、マジ謎だったなみたいな。ちなみに1個言いたいことがあって、どーい、まあ、僕からしたらもうりょうくんに感謝なんですけど、僕がプロ戦で履いてたサーフパンツ、りょうくんが前日アマチュアオリンピアで履いたやつですを借りたっす。そう、直前に。どんな経緯でそういう風になったの？もともと別に岡田くんは大会の本当ずっと前からやっぱ一緒に頑張ってたみたいな感じだったんで、当日になってサーフパンツを買いたいみたいな
一応持ってたんですよ2つ、うんうんうん、けど1個はおろしたての白オレンジのアマチュアやってたやつ、もう1個が2年前に履いてたやつを一応持ってきてはいたんですよ、うんうん、けどなんかちょっと新しいの履きたいってなって、うん、でリョークに相談して、うん、なんか持ってますありますで朝その前の日の夜もカラーリング明日どうするみたいな話とかしてたんで、うんうんうん、でその日の朝ちょうどその連絡も一緒に来たから、うんうん、俺の前日のサンプル貸してやるって岡田君に貸してサイズ合うかなとか言ってぴったりですって言ってそのまま出ますって言ってあやかってその、はいはいはい、力を授けました私ね勝ちしか染み込んでないやつそれもあったかなって、うん、正直思います。選択もせず貸しました。選択もせずね、これはリアルですよ。そこは本当に感謝しかないですね、うん、よかったです。本当に似合ってたし、うん、そう似合ってた似合ってたびっくりしたよかったね。確かにね俺より似合ってんじゃねえかよと思って青い系統のパンツ履いたことなくてでも似合ってたよかったです。よかったよかった、うん、本当にこの入れ替わりっていうのも本当に奥が深いというかね、うん、石本パルーク選手がスティーブに負けたじゃないですか、はいはいはい、プロクオリファイでは、はい、でもそうジャパンプロではバコーンと、はい、これがねやっぱあるから面白いですね。面白いのよ。だから僕も、まあ、ある意味また挑戦者でいられるんで、挑戦者というか、まあ、みんなまくれるんでチャンスはあるんで、うん、けどね逆に岡田くんはまくられる立場になるんで、いやでも僕は今回本当に勝ったつもり全くなくて正直体って生物だから、うん、こんなこと言ったらおしまいなんですけど、結局みんなが 100% のコンディション持ってったら僕絶対勝ててないんですよ、うんうん、だから勝った気にはあんまなってないです。ああそういうことか、うん、はい、うん、っていうことは分かった。分かります。うん分かる。そうだからやっぱ僕もまだ全然挑戦者だし、うん、まくったとは言いましたけどその日だけなんですよね、うんうん、トータル的には僕まだまだもうプロの1年生なんで、うん、全然ペーペーだと思ってますし、うん、そうなんで僕もまだ挑戦者の気持ちはもう全然あります、うん、でも世間の目はね岡田君はもうこれで次どこまで行くんだって、ね、いやいやいや、トッププロの仲間入りだとめっちゃプレッシャーかけるけど、うん、でも一から、ね、しっかり挑戦していって、うん、またリョウ君と並びたいですね。そうですね。なんかまた全日本選手権もやりたい感じするよね。面白いですよ。それはそれで。それが一番多分面白いんだと思います。見応え半端ないと思います。この前の東京プロがね、まあ、たまたまコロナの感じもあったりとか、偶然があって全日本選手権みたいになったけど、あれはあれでまた楽しかったから。いや、あれはあれで最高でしたね。そこにね、寺島選手と岡田選手と、あと夏希選手も入って、戦ったら面白いなっていうのはあるよね。はい。てなわけで皆さん、面白かったね。外野が見てる心境とは裏腹に祈りを込めてプロカードを取りに行った寺島選手と、もう不安だらけのファーストコールメンタル弱いっすよね本当に。ステージ上の日本人ほぼ全員に声かけた感じだからね。そうです。隣の亮君、 MC の野沢翔、ステージコントロールの石崎さん全員に俺呼ばれてますかねほぼほぼ全員に確認しに行ったみたいなねもう不安で不安で。この2人の今後の活躍が楽しみでございますということで、ジャパンプロ第5位ということでね、はい、デビュー戦素晴らしい結果を残した岡田亮平選手、視聴者の皆さんにメッセージお願いします。はい、まあ、今回は今回の結果でしっかり受け止めて、まあ、喜ぶとこは喜んで、ただ、まあ、さっきも言ったようにまだ本当に挑戦者ではの気持ちはあるので、うん、まあ、ここからしっかりとあのプロで戦える体を持っていけるようにしていきます。で、まあ、来年も5位より上の順位を目指して、まあ、なるべく早くオリンピア行けるように、うん、体作りも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、まあ、今回のジャパンプロは全然ねダメダメでしたけど、まあ、また一から、ね、成長し直して前日の、ね、100% コンディションでコンディションで絶対負けたくないんで、来年は異次元なコンディションでまた挑めればなと。まあ、僕言っちゃうんですけど東京プロ、ジャパンプロ出るんで、はい、僕はもう日本の大会は絶対出たいと思ってるんで、はい、日本人削りに行くんで怖いわ怖いわっていうのはあれですけど、まあ、しっかり体一から、ね、作ってサイズがないと言われ続けないようにまた頑張っていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで今日の超 TV ゲストは見事、ね、IFBB プロになって、そしてジャパンプロ第5位岡田亮平選手と、そしてもう来年の東京プロジャパンプロ出場をもうねバシッと決めてくれた寺島亮選手、お二人にスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。